今までのですね、今日撮った動画で、大体瓶の中で成長してる、まあ成功した例として、動画を撮ってきたんですけど、ここに4瓶ほどまた並べてですね、まあ、説明しますけど、まあ、実はここにあるのは、このフィツムっていう、まあちっちゃな、そうですね、小指の関節ぐらいですかね、第一関節ぐらいの大きさが一般的で、まあある程度それよりも大きいものもあるようですけど、まあとりあえず比較的小さめな多肉ですけど、実はこれはですね、3回失敗してますね。1回目は鋼さんから初めてこのフィツムってのをちょっとやってみてっていうことでやってですね、半月ぐらいしてからコンタミンしたんですね。で、まあその後、自分で、まあこのフィツムっていうのを実際に買ってみてですね、何人かの人から買ってみて、まあどんな状態で植わっているのとか、どんな風に育っているのとかっていうのをまあ確認してですね、まあ自分である程度素材として良さそうなところを使ってですね、まあ消毒したんですけど、2回目も失敗しました。まあ失敗するとこっていうのはね、下の部分なんですね。で、上の部分は入るんですね。で、まあ、その失敗する原因っていうのは、まあ、ほぼ分かっているんで、まあ要するに、他の多肉の成功した例はですね、まあ基本的に言えば、その土にこう深く埋まってないっていうことですね。ある程度鉢の上にあるような葉っぱとか芽を使っているんですけど、このフィツムだけは、まあかなりの大株になると、その枝が伸びていって、まあ2センチぐらいは土の上に茎が出るようなんですが、小さいもんですと、まあその根っこがしっかり張るために、まあこのフィツムをですね、5ミリから1センチぐらい植えて、植えてやるようなんですね。まあそれなんで、その下の部分の汚染度が高いんですね。で、一番いいのは入れたどこの組織でもカルスになってくれれば一番楽なんですけど、まだそれも分かりません。まあとりあえず成長の過程でいうと、花が咲き終わってから新しい葉っぱが、まあそのこれらのこの玉のような中でですね、成熟していって、まあ、季節でいうと2月から3月ぐらいになると新葉が出てくるような、まあ、そんな仕組みらしいんですね。まあ、ですから私が手にしたものっていうのはごく一般的な人の管理ですから、まあ、その自然界の摂理から言うと、まだその新葉が出てくる前の状態でっていう、まあどっちかっていうと、その汚染率が高い状態で、まあ買ってるわけですね。まあですから一番いいのは、その新葉が出てくる頃の2月3月ぐらいであれば、まあ外側の今ある葉っぱのこの緑の部分はやがて分かれて枯葉のように、まあちょっとピーナッツの皮みたいな状態になっちゃうようなんですけど、新葉を使えば、その付け根の部分は土に接してませんから、まあある程度楽に入るとは思うんですね。ただ、まあそういうタイミングを待つっていうことも、大事だとは思うんですけど、もうちょっとその消毒の仕方に工夫をすれば入るかなって思う気持ちもあって、まあとりあえず、まあ3回は失敗してくれ、4瓶あるんですけど、左側2本はですね、15分消毒時間取りました。これはですね、10分です。で、これは切り取った上の部分だけ、入れてくれって言って、金森君にね、頼んでやってもらいました。まあ自分でやってもよかったんですけど、金森君がですね、やってみっかいって言ったら、やりたいって言ったんで、やらしたんですけど、まあ、金森君自身はもう完璧にですね、私が教えた通りに、作業できるようになりまして、まあ見てなくても全然心配ないぐらいに成功率が高くなってきたんですけど、
まあ、先日あの学校で実習やった時に、こんないい加減でいいのっていうような感じで、まあ私から教わってるのと全然違うみたいな、まあ雑って言いますかね。まあ学校はある程度設備が整ってるから、まあそれでもある程度生徒たちが実習はできちゃうわけですけど、一般の家庭ではそんだけまあ設備にお金かけられないですからね。まあできるだけ無駄のない状態で、確実に、まあ、成功させるっていうためにはやっぱりきちんとした手順を知らないとダメってことですよね。まあその彼がやってもですね、結論で言いますと、ここが15分のが2本ですね。もう実はですね、入れた翌々日には付け根のところから白く濁ってきました。まあ、多分植物から出た老廃物みたいなそういうもんじゃなくてコンタミだろうと思っていたんですけど、もう確実にコンタミですね。日にちは11月18日です。まだ5日前ですよ。5日前、もうこんだけコンタミで汚染されてますね。これが15分です。これも15分です。白く下の方が濁ってますよね。でこれはですね、これはですね、まあ、たまたまっていうか、これ10分なんですけど、処理時間は10分なんですけど、これは今のところコンタミしてないんですね。まあ使った素材のその場所っていうのもあるんかもしれないんですけど、まあとりあえず今これはコンタミしてないです。で今ここに3つありますけど、みんな頭切ってあります。で頭切ったのはですね、一つの瓶に入れちゃってくれって言ったんで、この中に3つ頭が入ってます。でこの3つのうちですね、1つはコンタミしてます。で2つはまだコンタミ出てませんけど、まあいずれこのまま置いとけば全体にコンタミが増殖してダメになりますけど、とりあえず上の部分は入るっていうのは間違いないですね。あとはこの上の部分の組織からカルスになって出てくれれば、まあそれは確実にいつでもできるっていうことになりますからね。まあこれらが成功すれば、まあ非常に高いこのフィツムですね、それが無造作に、入れられて、まあカルスになってくれれば大量生産が早いし、まあ仮に内側から次の新葉が出てきて、まあ総子葉植物ですから一つの塊から二つ、まあ、基本的に出てくるらしいんで、2倍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 と言ってくれれば、まあ自然界で増えるよりは早くなるわけですね。まあとりあえずきちんと入ってですね、どうやって成長していくかっていうのはまだはっきりしてないんですけど、まあ3回も失敗するとやんなっちゃうかなって、思うかもしれませんけど、全然そんなことないんですね。逆にこう、もう 100% こいつら入れてやるぞじゃないけど、そういう闘志が湧いてくるっていうか、まあ原因は分かってるんですから、その原因をいかにうまくやるか、まあそれだけなんですね。私の師匠の亀山さんがですね、地元で採れた初雪っていう花があるんですけど、その初雪っていう地をですね、約20年ですね、ずっと追い続けて新しい色の、まあ、そういうものに、作り続けてきたんですけど、まあ、他の方も実際はやったんですけど、他の方は F1、F2 のところで挫折してましたね。亀山さんだけがそのあくまでその初雪の血を使ってですね、紅一点を作って、今度は赤一点を作って、最後には朱花を作って、まあ、私が一昨年登録して最優秀の花が、まあ、その花なんですけど、まあ初雪は頑固だよって言ってましたけど、私はその頑固な初雪は諦めない。亀山さんの方がよっぽど頑固じゃねえんかなっていつも言って、亀山さんがそっかえなんて笑うんですけど、そのぐらいですね、その失敗だとかそういうの考えないんですね。やらないことには先に進まないし、やらないことには結果が出ない。
まあ、そういうところが素晴らしいですね。もう一つのものをそんだけ追い続けると、その銭金の問題じゃなくてそういうことができるっていう人はさすがにそうはいないですからね。まあよく亀山さん言うんですけど、あいつは花が好きじゃなくて金が好きなんだよっていう言い方します。真面目にやってれば必ずお金は後からついてくるからって言ってくれますね。ああ先生なんか金が好きじゃなくて本当に花が好きなんだね、植物が好きなんだねって言ってくれるのが最高の褒め言葉だと思ってますし、まあ亀山さんがいつも言う先生は一人っていう、まあそういう先生としてずっと亀山さんを素晴らしい人だなと思ってますけど、あそこまでの人っていないですね。まあいろんな植物の世界はあってもあそこまでの人ってのはいないですね。まあいろいろその亀山さんの秘伝っていうのを私がまあいろいろと教わってきて、まあ、10年以上亀山さんがその誰もがやってないことをずっと見てきましたけど、本当にそれがまあいいものを作るのに10年って言ってた、10年後には他の業者が全然お呼びもつかない新しいタイプをどん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 作ってきた、まあ、本当にすごい人だなと思います。まあですからこれ3回失敗しましたけど全然何とも思えないですね。また4回目また5回目、まあ、必ずその入れてやるぞと、まあそういうふうにこう闘志が湧きますね。まああのつまらないことかもしれないんですけども、その誰かがやらなければ先に進まないっていう部分があるんだと思うんですね。まあ自然界で自然に増やせればそれでいいんじゃねんかって言えばそれはそれまででいいんですけど、まあ自分の場合はもうバイオ40年近くやってるわけですから、まあそのいじって言いますかね、まあつまらないいじではなくてですね、きちんとそのできる方法を考えるってことですね。まあ実際今6% のですね次亜塩素酸ナトリウムを使って、まあ、消毒してるんですけど、別にそれじゃなくたっていいわけですね。銀ナノを使ったっていいわけだし、私の弟子でハウルシアをやってる、人はですね 30ppm の、ナノ銀使ってですねハウルシア入れてます。まあ自分は 1500ppm のナノ銀持ってるんですけど、まだ調整してなくて、まあ別に1500だったって問題ないでしょうけど、時間短くするだけの話ですから、まあ50とか 100ppm ぐらいに薄めて使えば、まあいっぱい使えるってことなんですけどね。それから別に塩酸使ったって構わないわけですよね。まあ塩酸をどの程度に薄めて何分ぐらいの処理かっていうのは、まあ実際にやってもなきゃ分かんないですけど、まあ塩酸 10% ぐらいの溶液で、まあ、5分ぐらいすれば入るじゃないんかなっていう気はしますけどね。まあいずれにしてもですね、あの諦めないでですね、あのチャレンジしようと思うし、別にこれ金丸くんがミスったとかそういうことないですね、うん、あくまでその処理したその元の個体のまあ状態っていうことだと思います。ママレモンできれいに洗いましたですね、アルコール消毒をして、でその後超音波洗浄の10分とか15分でやったんですから、まあ普通であればもう入っちゃってますね。他にこうやって入ってるようなこれがみんなそういうふうになって入れてますからね。まあだからこのフツームだけはこれからのまだ課題ってとこですね。まあその成功ばっかりじゃなくてこう失敗の例も挙げないとね、あの何でも成功しちゃって簡単にできるっていうことじゃないんですね。まあ、とりあえず失敗例として今取りました。